悪いな。早く風呂に入りて。ちょっと、いや、来ない。城が見えてきたぜ。無事生き延びたな。親父、酒くれ。一番強いのな。おう、エルザ、おかえり。よっ、お疲れ。ってなんだ、みんなボロボロだな。思ったより手こずらされたよ。そっちはどうだ。面倒な話は後だ後。とにかく飲もうぜ。そうだな、今日はみんなよくやってくれた。明日は一日休暇だ。ゆっくり休んでくれ。やっ、エルザ、付き合えよ。飲み明かすからな。やれやれ、休めって言ってるのにこれだよ。休みのたんびに朝帰りしてるやつに言われたかねえな。よく聞け、あれは朝帰りじゃねえ、朝の日差しが好きなんだ。あ、エルザさん、今日は大変だったんですってね。そうね。でもあなただって、エルザさんはいつかはこの傭兵。そりゃあね。じゃあその願いが叶わないな。でもマナミアはどうなの。そうね。私でも人にはそれぞれ理由があるのよ。そうなの。よー、エルザ、飲んでるか。うわー、セーレン、もうかなり酔っ払ってるね。じゃんじゃん、まだまだし。どんなわけなんだよ、エルザさん。俺はいい、いらないから。エルザ、さっき、もう言ってることがめちゃくちゃだよ。ジャッカル、あのさ。ああ、君のような美しい女性に巡り合ったのは初めてだ。戦いで荒んだ僕の心も癒されていく。君がこうしてそばにいてくれるか。ご注文決まったらお呼びくださいね。あっ、ちょ、釣れない人だ。だがそこがまたいい。死んだ親父が口癖のように言ってたよ。美しい。じいさんも言ってた。俺の父さんはそんなこと言わなかったよ。じゃあ俺が代わりに教えてやる。つまりジャッカルは女の人を口説くのが趣味なんだね。趣味というか、まあ使命かな。もしかして。もちろん。しかし彼女、
俺が口説いているということにすら気づいてくれなかった。じゃあセレン。ああ、あれ女じゃないから。どれ、何しやがるセレン。ごめん、出が滑っちゃってさ。次はちゃんと命中させるぜ。ちょ、バカ、やめろ。うちは武具の行商人だ。うちもあんたもこの町じゃよそ者。まあ、こんにちは、旅人さん。あなたという音がこの島に加わる。お外に出たいけ、空に白い粉が舞ってるでしょ。あれ、真面目だな、クオークは。いや、臆病なだけさ。いつも手入れしておかないと落ち着かないんだ。臆病っていうより苦労症なんだよ、クオークは。傭兵団を立ち上げてしばらく経つな。あの頃からの生き残りはついに俺とお前だけになってしまった。そうだな。お前一人か。ふん、俺もだ。来いよ。ほら。刃の上を歩いているようなものだな、俺たちの暮らしは。エルザ、俺はお前にいつまでもこんな暮らしを続けさせるつもりはない。必ずチャンスをつかんで抜け出してみせる。みんな戦いの中で大切なものを奪われてきた。それを取り返してやるのさ。傭兵になるって決めた時、クオークは言ったよな。必ずみんなを騎士にしてみせるって。その言葉今でもはっきり覚えてるよ。俺もさ、今の仕事は大きなチャンスなんだ。アルガナン伯爵は野心家だ。魔物退治にかこつけて腕の立つ連中を密かに集めてるって話だ。俺たちが実力を示せば取り立てられるのも夢じゃない。
だから。ああ分かってる。どう思う？さあな。だがあれは何か神聖な場所なんだろう。きっと瑠璃島の守り神がお前を助けてくれたんだよ。守り神？いや勝手な想像さ。何にせよ運が回ってきたと思いたいね俺は。今回の任務の報酬だ。お前が預かれ。それでみんなの装備でも買ってこい。ついでにここの町を散歩するといい。後で俺も町に出るつもりだ。うちもあんたもこの町じゃよそ者。アルガナン伯爵が京を構える瑠璃城、その城下町には帝国中からあらゆる種類の人々が訪れる。船乗り、商人、旅芸人や遍歴の騎士、そして傭兵たち。彼らを引きつけるのはこの町に集まる富。しかしそれを手に入れることができるのはごくわずかな者たちだけだった。見ない顔ですね。旅の方ですか？いやあなた当店の千人目のお客さんですよ。めでたいです。ついにこの時が来たんですね。ささ今回限りですが無料であなたの剣を強化しちゃいますよ。どれを強化します？ここだったか、エルザ。え？なんだ、クォークか。誰かと思ったよ。なんだとはご挨拶だな。いきなり声をかけるからさ。何かあったの？ああ、この町に騎士の一団が来ているらしい。一つ面でも拝ませてもらおうかとな。へえ、そうなんだ。クォークはそういう情報が早いね。それがどうした？せっかく誘ってやってるってのに先に行ってるぞ。って、おいクォーク、本当に行っちゃうなよ。
遠く